ハーレマーメールは、オランダ北ホラント州にある、基礎自治体。ハーレマーメール基礎自治体は、アムステルダムの南西に隣接している。ハーレマーメールとは、オランダ語で、ハーレマー湖という意味であるが、以前はこの自治体の土地の大部分が湖であった。19世紀になり、干拓が行われた結果、海抜下の広大な土地が利用可能となり、 そこに、欧州の主要空港である、アムステルダムスキポール空港や、ホーフトドループなどの都市が建設されている。基礎自治体で、最も人口の多い中心地区はホーフトドループであり、基礎自治体役所が置かれている。ホーフトドループは、スキポール空港の西隣にあり、企業の研究所や工場と大規模な住宅街がある、人口約7万2000人の町である。 ハーレマーメール基礎自治体には次の地区がある。アムステルダムスキポール空港及び隣接するビジネスセンターとホーフトドループの企業団地が主な経済基盤となっている。また自治体の面積の大半は農業用地が占めており農業も重要な産業である。ホーフトドループには川崎重工、オムロン、安川電機、 アシックスなどの日本企業も事業所を設けている。ミュージアムでクルークイアス。ありがとうございます。